こんばんは。今回はちょっとね、特に今日のネタが思いつかなかったんで、適当にタワーやっていこうかなと思います。まあ、コートの偏りとかも特に気にせずやっていこうかなと思います。どうぞ。はい。まあ、さっきネタがないとは言ったんですけど、いや、まあ、たまに要望もらえるから、動画にはしたいんですけど、そのキャラ持ってないとか、タワーでそのキャラ当たれないとかあるんで、そういう時になんか触れましてくれる人とかがいれば、ありがたいんですけどね。よいしょ、危ない。やばい。まあ、ハイジャンじゃないから助かった。はい。スマッシュさせてくんないかな？オッケー。回復。こういう時に D ランクって助かるよな。よいしょ。封印効きませんと。で、まあ、こんな感じでとりあえず今回は、だらだら喋る回になるんですけど、まあ、一応考えるっていうか、喋ることは考えてきたから、グダグダにはなんないと思うんですけど、なんない。ことを祈りますかね。まあ、とりあえずゲージダメージスルーしたんで、これで SS 打てますと。ああ打ってきそうだな、溜まってそうだな。で、まあ次喋ることとしては、千人記念どうしようと、ね、まあこういう時によくやるのは、なんか iTunes カードとか Google プレイカードを配るとかだと思うんですけど、そんなお金ないんですよないので、そういうことは無理なんで、どうしよっかなーっていうのが、今思ってることっすね。いや、自分が収益化通ってれば多少はお金出したんですけど、広告ついてますけど、今、お金1円も入ってきてないんですよ。なので、まあ、やるとしても入ってきてからかなーってのは、ありますよね。困ったもんだ。マジでどうしよっかなーって考えてる最中っすね。あ、ラッキーラッキー。うん。あと次なんだろうな。あ、ほら、そっちで来る。まあ、いや、先に打たせちゃうか。打たせて、その後リヴァイ打ちます。まあ、前にも言ったと思うんですけど、ちょうど1ヶ月後ぐらいに、テストとかレポート祭りになっちゃうんで、まあ、投稿頻度は下がっちゃうかなっていうのがありますね。はいはいはい。これ削りに行っちゃおっかな。もういくらね、穴ゼラ家があろうが、もう削ってやるからな。はい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 。もう削れちゃった。おい。おい。ドリンク来ませんね。はいはいはい。これがリヴァイの強さなんすわね。まあ今は、まあ多少時間があるんで毎日投稿してるんですけど、普通に休むときは休むんで、そこら辺はご了承くださいって感じですね。で、まあハードはさっきの編成使ってるんですけど、正直あの編成ルチア来たら積むんで、おすすめはしないです。完全にルチア捨て編成なんで、ルチア来たら積むんでね。まあそういうところで、あんまおすすめはできないっていうのがありますね。ちょっとやばいな。溜まるかな、SS。あっちが先に打ってきそうよね。手塚打たれたらこっちの編成やばいな。どうしよう。ミクでも勝てねえしな。やばい。SS そろそろ溜まるかな。あ、きつい。どうしよう。いや、どうしよう、手塚。いや、まあまあ、負けても一応動画にはしますけど、ちょっと待って、手塚やべえ。手塚やべえ。固まるし、もう。やべえって。いや、このまま0-5で負ける気しかしないんだが。ちょっとやばい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 やばば、ほい。ほい。やばい。やばい。赤らけだからループしちゃうんでしょ？ほいほいほい。バグ、うわ、ちょっと。なくなっちゃったもんね。なんか弾かれちゃうバグ。よいしょ。いやー、強えこいつ強すぎやろ。どうしよう。ミクでも完封されるんだよね。どうしようもねえや。とりあえずもうギミックを置くしかねえや。強すぎ。強すぎ。強すぎ。もう無理無理。強すぎ。もう0-5で負けるわ。やばいって。ちょっとちょっとちょっと。新エデンで手塚無理。ロッキー。でかすぎじゃねえそれ。マジか。1点猶予もらっただけなんだよな。言うてこっちからの決め手がないから、もうほぼ。はいはいはい。SS 打ちますけど、正直これしかできないから。このエレンがループしない限りは無理かな。
ループン、お、ロッキー。あ、もう1点取れるワンチャン。ちょ、もう1点取らせて、もう1点。デュース、デュース、デュース。デュースに行かせてくれ。ちょっと、やったやったー。じゃあ、ここで一回ティナス取ります。いや、きついです。無理です。追いつきません。勘弁してください。ただ、一応、打てるけど、きついなー。はいはいはい、あ、これギアショすり抜けるやつ、あ、柱もいけた、ラッキー。あ、2段階目になると柱で弾かれるようになるんだね。ただまだ SS 打ってきてないから、これさ、これ、あ、待って、ギアショが打てない、これ通るよね。あっ、クソ、普通に取られた。はいはいはい、ほい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 、ダメかー、やばい、負けるー、負けるー負けるー、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 抜けろ抜けろ、やったー、ぶえー、どうしよう、ちょっと待って、死ぬ死ぬ、ちょっとやばい、ちょっと待って、勘弁して、ちょっと、いや、俺追いつけないよなー、追いつけないよなー、無理だよ、あ、追いつけた、やった、危ない、あ、死ぬ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 、いや、勘弁して、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、勘弁勘弁、ほい、イエーイ、危ねえ負けかけた、危なすぎ。あー、もうなんか試合中に喋ることに夢中になっちゃって話すこと喋れなかった。続きに行くと、ニノが情報されない理由なんですけど、まあ、コメントにもあったんですけど、今後ニノが会うキャラを出す可能性はありますよね。プレイで言うとカレン、ハートで言うと、あの初期ニノみたいな感じのキャラを今後出す予定なんじゃないのかなとか考えたりは、あぶ、あー、抜けちゃった、してるんですけど、まあ例えばですけど、まあ、あの初期ルカいると思うんですけど、あれが新規転生するとかね、そうすればあのジャスト補助、グッドジャストが確か持ってるはずなんで、それは持ってくる可能性はありますよね。あ、撃っちゃうんだ。んーなら、あー、そっか、ミクも新エレンもこれ食らうもんね。じゃあいいや、新エレン行こう。柱でこれ押すわ。よいしょ、オッケー。グッドジャスト、他にグラスで味方に補助できるキャラいたっけ、わかんないけど。やばい、ニオーラケじゃなくしちゃったからさ、あのサテラもアピスも減ってるから外しちゃったんですけど、やっちゃやっすね。でも別に柱出せればアピスに勝てなくはないから、まあ無理ゲーってわけではないんですけど、はいはいはい、この後も別にあの SS 取るのが難しいだけで、言うて得点源としてはそんな変わらないんで、柱にぶつければいいだけだからね。よいしょ、やばい、あ、オッケー、決まれ、あー、決まらん、柱、よし、オッケーこういうゲームですからね。はい、で、あとね、お知らせの6月の予定で中旬に、なんかトライアルマッチがあったんですよ。なので、そこでワンチャンあるかもしれないですよね。誰なんだろうな、一応、古い中、新規してない中で、一番古いのか、確かね、コラボ抜きだと、あれだったはずなんだよ、あれ、うつろ。うつろだったはずなんだよ。うつろと公演シャルだったはずだから、まあ、可能性はなくはないんだけど、祝福も増えてきたしね。でもあれ新規したら終わるよね誰になるんだろう、新規か、思いつかんな、誰だろう。まああと気になるのはあれっすよね、新キャラが誰なんだろう問題。周年の1個前のガチャなわけなんですけど、今月が、一昨年が、シルビア・ジュダ・ルーシェ、で去年がクラウディア・トレオス・トレソワラなんですけど、今年がどうなるかっすよね。毎年シルビアとかクラウディアって確かそのタイミングで初登場だったはずなんですよ。なので例年通りその初登場キャラが出るのであれば、配信で教えてもらったんですけど、キュアってキャラがいるんですよ。でそのキャラは割と本家でも人気があるっぽいので、まあ、そこら辺なのかなーとか思ったり、他で言うと誰だろうな、個人的にはなんかユーカレアとか、あとは、誰だろうな、あ、やば。
誰だろう。セイラとかそこら辺ですかね。ちょっと思いつかないけど、ほとんどでも人気キャラ系は出たよ、多分。まあ、あと残りの2人なんですけど、結構ね久しぶり組が多い気がするんですよ。なのでまあノアネモとか月見とかすかね。でまあストーリーつながりで出すんだったらミーヤとかがまだ1回しか出てないし、まあ、エンマもあのハードエンマ以来出てないから、まあ、久しぶりなんで出る可能性はありますけど、どっちかって言えば周年かな、出すとしたら。あとね、適当にタワーやってるわけですけど、あのグラスにシンゲレンでハードにリヴァイってわけで、まあ進撃に頼り切ってるわけなんですけど、クレイにもねミカサ入れて全攻と進撃とかやりたかったんですけど、ミカサがなちょっと環境に育ってなさすぎてね。一応この試合の前にクレイとグラスやったんですけど、クレイではエムセレナゲーされて、でグラスだとあのひまわりゲーされたんですよね。あのなんかエムセレナなんですけど全然弱くないよね。もう普通に使えるレベルだと思うんですけど、ほとんど変わってないもんね。でひまわりに関してもまあミュウエとかいますけど、でも逆に言えばミュウエ入ってない人にとってはめちゃくちゃきついわけですよ、ひまわり。なのでね、どうにかしてほしいですね、ひまわり。もうちょっと対策増えてくんないかな。普通にしんどいですね。ミクで対面したんですけど、最初はね、ミクでいけると思ってたんですよ。思ってたんですけど、なんか、本当に上手い人、大抵の人だったら勝てるんですけど、本当に上手い人ってなんか打つタイミングが絶妙でなんかね、上手いんですよ。なのでなんかヘリオフンザとかも普通だったら取れるんですけど、上手い人だったらなんか取れなくてね。あ、どうしよっか。オンザで行こう。オッケー。で、SS ってきそうなので、どうしましょうか。エムセレナ行きますか。はいはいはい。で、あとね、ラスト、もう喋ること1個しかなくなっちゃったんですけど、よいしょ。今回のコラボ、しょぼくねっていうところがあって、だってあれじゃん。配布してる量がさ、10連1回分しかないじゃん。それしょぼくねって、なんか、他になんか配布ないのかなと思って。10連1回ってちょっとしょぼいね。いつもはさ、もうちょっと配らねえ。なんか、結構しょぼいよね。どうすっか、こっちで行こうかな。おー、なるほどね。よいしょ。はい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 。じゃあカーブ行きまーす。よし、OK。でもこれスペシャル封印されちゃうんだっけ、フェネックからね。なるほどね。じゃあこっち行こうかな。やべ、撃っちゃった。ロブありがとう。よいしょ。よいしょ。あ、そっか。なんかあっちのグラスのフェネックの気分でやってたら取れないわ。危ない危ない。おー、強い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 。どっちで行こうかな。ユウスケで行ってもいいな。いや、あー、こっち出す気なかったのに。あ、やった、なんか決まっちゃった。やったぜ。はい、ということで終わります。お疲れ様です。